バリのバケーションから、久しぶりに帰ってまいりまして、初のビデオブログ、Curiosity of My Life! ってことね。今日は、ちょっと、軽く耳にした、どん兵衛10分間っていうのをやってみたいと思います。どん兵衛10分とは、まあ、北スポーツさんが、どん兵衛を基本5分、こちらですね。こちらの5分っていうのを倍にしたらどうかってことで食べてみたら美味しかった。まあ麺の感じが5分と10分では全然違うということですね。でもそれをちょっと俺も体験したいと。ということで、今日ちょっとやってみます。食べましょう。コーヒー入れました。10 minutes timer。 OK, 10 minutes accountingこれで待ちましょう。OK。 見えるかな。変わっておりますでしょうか。あ、ていうか粉末スープは先に入れるんだった。いただいてまいります。いや、美味しい。なんかどん兵衛って5分で食べると割と芯が残った感じのコシなんですよ。でこれ10分だとその芯がなくなった状態で、10分も待ったからといってなんか麺が伸びきったようなデロンデロンではなくて、どん兵衛特有の芯のある感じがなくなって、ちゃんとした麺を食べてる。まあ、別に5分でもちゃんとしてるんだけど。俺これから、多分俺 10分間待ちます、これ。いや、俺こっちの方が好きですね。なんで敬語なんだかっていう。いや、これ美味しい、本当に。食感が変わる。っていうところですね。みんなもちょっと一回チャレンジしてもいいかもしれない。どん兵衛は10分待っても、これ食べる価値あるかもしれない。ではでは、どん兵衛10分でした。